イオンタツノ店は、兵庫県タ野市にある、イオンリテール株式会社が運営する、ショッピングセンター。この項目では併設されている赤トンボ広場一番街についても記述する。1973年に、大英タツノ店として開業。イオンリテールに当店が継承されるまでは大英が、イオンとの資本関係の締結により、九州地方の大英の店舗が、イオンや、 マックスバリューとなったため、本州最西端となった店舗である。国道179号線を挟んだ向かいに、イオン系列であるマックスバリュータツ店を核とした商店街が形成されており、大英内の商店街である赤トンボ広場と、それぞれ違う系列の大型店を中心とする商店街が道路を挟んで隣接するという珍しい光景が残っていた。 2016年3月1日より、イオンリテールに同店の営業権が承継され、同年3月22日をもって、大英辰野店としての営業を終了し、23日24日の改装休業を経て、同年3月25日にイオン辰野店として営業を開始した。そのため、現在は同じ4系列であるマックスバリューと道路を挟んで隣接している。 併設されている赤とんぼ広場一番街では2018年4月、初旬より活性化のためリニューアル工事が行われており、店内ではテナントの配置替えや新規誘致。屋外では駐車場部分に飲食店舗の増築工事が行われている。工事の完了は同9月頃を予定している。イオンタツノ店への改装の際に大きなテナントの変更などはなかった。 1>, 1階は食料品、日用消耗品、ペット用品を2階は医療品、肌着、服飾雑貨、日用品、インテリア、寝具、文具を扱っている。赤トンボ広場専門店街には、ミーツなどの100円ショップをはじめ、貴金属店や呉服店、靴屋が出店しているが、常実のリニューアル工事に伴い一部店舗は撤退や移転しているものがある。 詳細は公式サイト、フロアガイドを参照。ありがとうございます。